くなり。まあ、まあ昔ですけど、前転しながらのトライあったじゃないですか。あれはやっぱ見ててどう思います？いいと思う。いいと思います、あれ。 あそこまでしなくていいよね。あれが昔で言ったらやっぱかっこいいトライだったんですかね。そう、昔な。そのジャン、俺一回あるんですけど、ジャンピングトライかっこよくいったろかなと思って行ったらボール落としたんですよね。ノックオンね。ノックオンっす。まずいと思うよ、それは。ま寝ずいっ室すよだね。インゴールノックオンはまずいね。ね。まずいっす。あまあれでは。も練習試合だったんで、そのままかき消されましたけど。どっちかでやっぱ津軽弁の方が、言葉が強いっすよ変わってるっすね。南弁、イントネーションがちょっね。イとント違うネーんでション。すね。もうちょっと今トライ関係なくなってくるんですけど、焼肉が言えなくて、俺昔焼肉食いに行かないですかみたいな、全部濁点ついてるんですよね。ああ、そうだね。そんな感じなんですよね。だからイントネーションがそこで変わってくるというか。もう一回言って。焼肉 焼肉だみたいな、だべって最後に濁点が多いですよね。ああ、多いね。方言自体はそんなないですけど、わかる。イントネーションがそんな感じですよね。あ、トライした時よっしゃみたいなぐらいしかないですかよっしゃ、もう濁点つかねえの。ら。 よっしゃ。 いや、つかないですね。つかない。濁点、そうなんですよ。だから頭悪いやつは計算しやってる間に、本当あと計算できないやつもたまにいるんで。 僕の友達それで社会人の時、や、足でし算も、だったのに足し算できんくて、いやいや、でも、お前何してんだみたいな言われて、すいませんっつって。試合中の足し算とか、試合中に引き算とか、もう結構難しいですよ、本当に。とか言ってるのに、引き算してみたら、もう分かりますよ、多分。結構きついですよ、本当に。最初だ、働いた時とか何言ってんのって言われましたからね。そうそう。何言ってるか分かんないって言われて。そうなの。俺も青森から千葉に行った時、話したら絶対2回ぐらい聞き直されるから、もう誰とも口聞かれると思って。ああ、もう喋らんみたいな。そう、来るの分かるわけじゃないですか。まあそうですね。ああ、もうあれ、タックルでもボール持ってる時不意にやられると困るね。まあそうですね。不意に死角からタックル入られると、結構きついっす。きついね。あんまボール持たないからさ。 俺ボール持たいやいや、そんなことないでないで。すよ。まあ、あとでもフォワードの人なんて壁に向かっていくわけですからね。どこに走ろうかなみたいな。そうそう、一番嫌いそれ、ボール持って。どっからでもタックルされますよみたいな感じでそう、すもんね。本当にやられ行くみたいな。やられに行く。そう、タックルね。沖縄のとにかくずっと暑い。そうだね。ラグビーをやる環境ではないですね、あそこは。毎日夏合宿やってるみたいな感じですね。よくやれてたよね、あれで。今だからこっちの季節も慣れたけど、来た当初は毎日涼しいと思ってたけど、沖縄の人はすごいですね。あの暑さ、ラグビーしてよく頑張ってます。北海道行った時びっくりしましたよね。あの涼しさ、8月なのにありえない、ね、長袖着てるっていう。長袖、なんで長袖着るのかな、夏に。北海道だからでしょ。 広がんねラグビーシーズン、なかなか奥が深いなという、組んでる自分でもわからないぐらい、不思議な世界なんで、見てる方からは全くわからないと思うんですけど、どうなんですかね、スクラムって。バックスから見て、スクラム
興味がない。あるよ、もちろん。スクラム、そのやっぱぶつかって、やっぱ同じラグビーしてる、あの俺からでもやっぱ痛そうって思うんだけど、そこはどうなの？痛い。痛い。痛い。毎日首痛い。ま、首が痛い。うん、首が痛い。もう失神とかしそうにならない。あの、スクラム組んでる途中はいいんだけど、もう顔を上げたらフラッて、もう星が待ってる。そうそうそう、立ちくらみとかもう気絶しそうですね、毎回。そんぐらいの勢いでスクラム組んでるんで、ファンもあ、やっぱ頑張ってるんだなっていうところもやっぱ感じてほしいのはありますね。ね、そう。どうやったらスクラムの大変さが伝わるんですかね。やっぱ組ませるしかない。組ませるしかない。あの1周空間で、いや、そこはあのああいう身なりしててもちょっとマナーっていうかモラルの部分はちょっとしっかりしてると思います。そういうのあるの？いや、ない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 。身が物が出たりとかでしょ。ないないない。まあ多少は気使う程度で、そうそうそう、そこは我慢する。だって押してもらえなくなるでしょ、そんなことしたら。そうだな、裏で何言われるか分かんないからな。かかうん、多分自分みたいなちょっと体が細い人が入って、あのインパクト食らうと肩とか平気で外れちゃうんじゃないですかね。それなりに鍛えてますからね。ヨーガリーポーガリーじゃできないよね。ヨーガリーポーガリーだったらもう完全にいなくなるな、スカラム君だね。そう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 、スカスカ、うん、あれみたいな。どういったの？そうね、何か質問ないですか？まあでもかっこいいですよね、キッカーは。あの僕らフォワードって結構地味なポジションなもんですから、なんかフォワードで蹴れたら逆にちょっとこいつなんかチャラいなみたいな。チャラい、うん、いますよね、たまにね。たまにラグビーとかたまにいます、たまにフォワードが蹴ってこいつ絶対チャラいやつやなとか、ちょっと妬んでる時がありました。いやでも僕一回結構あるんですけど、ラックの時って僕って大体あんま入らないんですよ、ラックに参加しないんですけど、こうラックを後ろから見てて、こうラック形成してる相手プレイヤーが僕に向かってこうするんですよね。いや、おー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 と思って僕は見てるんですけどね。されません、高井さん？結構なんかおー来いよみたいな、来いよ来いよ、どうしたの、おーなんかガチン来いよみたいな、はい、なんでお前はされんねん。行ったのかな、うん、僕は大体行ってしまうんですけどね、うん、行くの、僕は行ってしまいますね。あ、行こうと、うん、します、高井さん、こうやってなんか、いや、せえへん、うん、モールとかでもないですか、モールでこうやってね、うん、前の人が組んでるんですよ、うん、で、モールの方はディフェンスに人数かけさせたいんで入れさせたがるんですよね。でも来いよ来いよって言ってね、なんか全然入る気ない高木さんとこうやって引っ張ったりしますよね。もうそれはするけど、来いよ来いよはせえへんな。あ、ほんまですか、うん、ごめんな。だからあのただ単にあれってモールって押すだけじゃなくて、そのもういろんなテクニックとか、まあ、中で駆け引きとか、もう見えないところで悪いことしたりとか、いや僕らはまあだからちょっとヤマハはどっちかというとクリーンなプレーが多くて、やっぱとかまあえはもう上手っていうことで、だから上手ですね、うん、あと僕はあのもう覚えてるんですけど、僕あの鼻折られたっすけど、あの、あ、はい、どれやん、はい、プロップの、はい、
あいつ昇竜拳食らったからあのモールの中で、あいつ言ってたもん、こうやって、昇竜拳言うとったもんそんなわけない、引いてたもん、ブワーッズワーってこれモールの中でやれ、昇竜拳言うてた、俺もだって試合終わからもう見ましたってレフリーも言ったし、ああもうなんかあれもう許されんと、ほんまに昇竜拳やされましたと昇竜拳、おう、こうしてこうや、昇竜拳に聞こえる、こうこうやな左下うるさいな、はい、うん、俺昔さ、ベテランの時に、はい、まあもうベテランって言われるぐらいの年齢の時に、はい、そのラグビーのルールテストして、もうまだ中堅がちょっとベテランだったぐらいの年に、はい、あのルールテストして、ペーパーテストですか、ペーパーテストで、俺ラグビー部で最下位やってそれはぐらいルール分かってんから、俺に説明してくれよお前、あ、僕がですか、ああ僕もそんな自信ないわけですけども、うんうん、レフリーによってオフサイドを取る時の声が違う、あーあるね、オフサイドでオフサイドオフサイドオフサイドって言うよね、楽しんでる時もありますよね、レフリー自身がね、オフサイドみたいなね時もあり、え、ないっすか、これやりすぎじゃない、これやりすぎじゃない、楽しんでる時もありますよね、あ、まあ、あるね、それはあるわ、それお前感じ、大丈夫かな、ラグビー批判してるかなお前教会から電話が出てますよラグビー批判してます、僕、いや、してない